こね、21や。意外と。13やないこっちは13。ああ向こうは21。なんで黄色で揃えるのと白で揃えるのと値段違うかな。同じ揃えるんだろうね。13と21。お母さんそれみんな一緒に。あ？ナンバー一緒にする。会社の持ち物ね。あ、リース？うん。あ、リースか。あ、リースじゃん。リース全然あれやろ、礼金とか払わんの？楽いだけね。あれはね、税金からなんかせないけんかったのか。
や、乗らないよそんな持たんやろ。車線はみ出たらならんの。キットの臭い。後ろのワイパーちっちゃいね。わ、ほんとだまあ、あの高さがあんまないけね。ない、まあねえけどね。うわぁ、いや、もうちょっとあってもいいんやない。上、こう、吹くぐらい。あれだったら3分の2ぐらいしか吹かんもんね。もうバックモニターで見るけってこと。ワイパー外しとる。え？ワイパー外しとる。ほんとだ。これ車検通るのかな？っていうか、なんで？いや、うちの会社のもんも外しとるやつ。使わんし。使わんし。じゃあ、そのうちな。ディーラーからもなくすんやな。いやこういうのやっぱりいるとか言うよね。後ろが汚れる系とか言って、でも今軽でもこうついてないやつあるもんね。右折専用であります。ほら、あれもついてないやん。ワイパー、あ、ウィーツイか。普通はいいのはつけないけどね、ワイパー。今もううちの会社の軽もついてないのあるもんね。オプションらしいよ。そうやろ。だ、だんだんそうなるんやない。あ、いるもんといらんもん。いらんっていう人もオッケー。もうそれならオプションにしよう。
乗せてんやん。うっそ。いやいやいや、お母さんあれ床のよ。あ、あ、お母さんや。びっくりした。いや、俺のはない。なんな。北九州は撃って亡くなった人とかおらんのかね。会社の人みんな接種券来たって。いや、渡辺さんまだ来てない。住民登録されてない。ええー、福岡ね。住民って小倉に来た。
いや、あのスマートキーやったらさ、ロックかけられんち言うてんや、車の中にあったら。ああ。だからさ、お母さんが乗った時にロックかけられんってことよ。俺がプーと言って、今日みたいな金欠、金欠やね、ワクチン打つやん。それロックかけられんってことよね。今までやったらかけられたやん、これやったら。乗っとってもね。うんうん。どうなの？ロックかけようと思ったらバンって。お、中華か。来たついでに中華食べて帰ろうや。晩酌や。うん、うん。X があったんかって分かった。ああ、言った。全何回聞いたんか。確かに。係の人がおる。